日本は世界でトップとも言える通常動力型潜水艦を建造していますが、昨今輸出の話が出てきているそうです。今回は、国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進路が発覚した話について見ていきましょう。設計上では1000メートルは潜れるはずなんですが、それだけでなく攻撃もできる設計になっているのです。ちょっと気になるのが、6門が開いたらどうなるんでしょうか。大芸型では、充電時間がさらに短くなっている。最後まで見てくださいね。日本の防衛省で扱っている国産装備品の中でも、特に優秀とされるのが、海自の通常動力型潜水艦の建造技術です。世界トップクラスとの定評があります。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは、60年以上も前のことです。1960年、昭和35年に就役した通常動力型潜水艦をヤシオを、皮切りにウスシオ型、ユウシオ型、ハルシ、オ型、オヤシオ型、現時点で海上自衛隊潜水艦隊主力となっている双竜型が製造されました。この60年以上にわたって、200隻以上の潜水艦を建造してきた技術を活用した上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなどの探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上にも著しいものがあります。この潜水艦建造技術の集大成とも言われているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦です。大芸型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン。全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルで通常動力型潜水艦としては大型であり、前級の双竜型と比べても一回り大きくなっているのです。艦体が大型化するとともに、双竜型10番艦まで搭載されていたスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されました。これによって艦内の拡充化が進み、居住区内に仕切りなどを設け、女性用居住区を確保し、シャワー室通路にカーテンを設けるなど、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した改装が行われています。また、外観上の特徴としては、双竜型から採用された X 舵が設置されています。従来の潜水艦の後舵装置は、左右への回答を担う垂直舵と上下の姿勢制御を担う水平舵による十字型舵が数多く採用されていましたが、X 舵では4枚すべての舵が45度ずつ傾けた形で設置され、4枚すべてが回答と姿勢制御に関係しているのです。そのおかげで、艦の機動性も高まり、仮に1枚の舵が損傷したとしても、他の3枚でカバーできるので冗長性に優れ、それに加えて機、底時、シム座時、接岸時の火事の損傷を防ぐことができるというメリットも追加されました。アメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアで、以前、X 火事が装着されて試験が行われたのですが、操作性の問題があるとされて、アメリカ海軍での採用は見送られていました。一方、ヨーロッパの海軍を中心に、多数の採用例があるスウェーデン海軍では、1960年代末のシェオルメン級から X 火事が採用されていました。また、船体構造においても、新機軸として浮き火台が採用されているそうです。これは、世界でも、多くの国の潜水艦で採用されている浮き甲板、フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できる優れものらしいとか。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦大芸、2番艦枠芸、3番艦神芸までは、川崎重工業製の 12V25、25SB ディーゼル機関2機が積まれています。潜航中は、高出力のリチウムイオン蓄電池が、一軸スクリュープロペラに推進力が与え、水中最大スピード20ノットということです。そう、夕方は、10番艦の小流波まで、
先行時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムを搭載していましたが、AIP は出力が低く、先行時には4から5ノット程度しかスピードが出ないので、水中で高スピードを得る際には、従来通りの鉛蓄電池でモーターを回すか、浮上した上でディーゼルエレクトリック方式を用いなければならないそうです。防衛装備庁では、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に、1997年、平成9年から取り組んでいます。この蓄電池を使うメリットは、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がないこと、エネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であること、満ちる放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの他に、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量低下も抑えられ、効率放電が長時間持続できるなど、多くのメリットがあるのです。特に、満充電に関しては、鉛蓄電池の場合、発電機の出力に余裕があっても、低い電流量でしか充電できず、さらに、満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域で長時間浮上して満充電することは、危険なため不可能だったのです。それに対し、リチウムイオン蓄電池は、そういった制約がありません。だからこそ、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるので、潜水艦への搭載は困難と見られていました。しかし、日本の企業と防衛装備庁が、その欠点を克服、潜水艦への搭載を可能としたのです。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は、夕型11番艦欧流への搭載が決定。採用にあたっては、スターリング AIP システムを保留し、従来での鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方をリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討されました。その結果、後者の方が経費は高くなるものの、出力が大きくなると確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも、高速で、長時間の連続潜航が可能になったのです。また、タイゲイ型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたので、探知レベルがアップしました。それらの他の大きな変更点は潜望鏡です。潜水艦といえば、映画などによく登場するのが、艦隊の頂部から出てくる潜望鏡があり、それを挙げて、艦長などが覗き込んで海上を確認しているシーンですね。しかし、タイゲイ型では、その光景が見られません。既存の潜水艦には、捜索用と襲撃用の2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているようです。光学式潜望鏡とは、セイルから頂部の発令所まで貫き通していますが、それを除いて海上を確認できるのは1人だけですから、その1人の能力によって状況判断を間違える危険性がありました。しかし、流型に1本搭載されていた非貫通式潜望鏡は、タイゲイ型では2本搭載されることになりました。また、潜望鏡の先端にあるカメラが撮影した映像が、発令所の大きなモニターに表示されるので、複数人が同時に海上の状況や目標が確認できるようになったため、識別や判断の精度がより高まったと言えましょう。また、前述のように、従来の光学式潜望鏡は、セイルから発令所まで、一本の筒が貫き通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点がありましたが、非貫通式潜望鏡では、カメラが撮影した映像が、配線を通して発令所に伝わるので、潜望鏡自体が船体を貫き通していません。なので、艦隊の強度を高めたということになります。万が一、中国との有事が発生した際、このタイゲイ型通常動力潜水艦は、中国海軍にとって大きな脅威になるはずという声もあるようです。